ガンダムエイジ1の系譜。ガンダムエイジ1はモビルスーツ家事の名門アスノ家の末裔フリット・アスノによって開発された第1世代ガンダムに属し、その戦闘能力の高さと汎用性の高さから後に世代を超えて伝説的な活躍を見せるガンダムである。さらにこのエイジ1の誕生は地球連邦軍系モビルスーツに大きな影響を与え、当初はユイとも呼ばれていた火星人類ベイガンのモビルスーツに対して全く太刀打ちできない状態の地球連邦軍であったが、エイジ1がロールアウトを果たしたことで主力量産型モビルスーツ RGEB790 ジェノアスの武装面の強化や、後に誕生する量産型モビルスーツの設計開発などの基礎を築き上げ、ベイガンに対抗できる力をもたらしている。そんなエイジ1の系譜の始まりはコロニー国家戦争終結後に各勢力間で締結された銀の廃条約以前に伝承として語り継がれてきた伝説の機体ザ・ガンダムにまで遡る。このザ・ガンダムは存在そのものが神話の域に達しており、白いモビルスーツが巨大な剣で邪悪なドラゴンを倒したという不明瞭な伝説が語り継がれているに過ぎず、唯一残された資料はアスノ家に残されていたわずかなものだけになっている。そのため機体性能や搭乗者などの詳細は不明とされている。ガンダムエイジ1とエイジシステムの誕生。年号がエイジになる以前に勃発したコロニー国家戦争、この大規模な戦乱の終結を契機に地球連邦政府は軍事力の撤廃を掲げ、事実上モビルスーツの軍事利用が世界規模で廃止される。これと同時に兵器製造を行っていた企業群も解散となり、現行モビルスーツの廃棄とモビルスーツの新規製造が禁止となった。これが俗に言う銀の廃条約である。解散に追い込まれたほとんどの企業は工房という名に変更することで民間用の作業マシンモビルスタンダードを開発し経営を継続していた。しかしこれとは別に密かに軍事的性能を兼ね備えたモビルスーツ開発を継続し続けた一族も存在し、その技術的なノウハウを一族の中でのみ継承し紡いでいった者たちが存在した。彼らはモビルスーツ家事と呼ばれ、純粋にモビルスーツの性能向上を目指した結果、兵器製造における新技術を次々に生み出し続け、人類の中で唯一軍事的技術基盤を確立していくことになる。そんなモビルスーツ家事の中でも名門といわれる一族がアスノ家であり、ガンダムエイジ1のパイロットとなるフリット・アスノはこのアスノ家の末裔としてAG-101 年に誕生。くしくもこの年はスペースコロニーエンジェルが突如現れた UE による攻撃を受けたことで崩壊し、多くの犠牲者を出した事件天使の落日が発生した年でもある。ここから UE と地球圏に住む人々の長きにわたる戦いが勃発し、フリットの誕生から7年後となる AG-108 年、フリットの住むコロニーオーバンが UE の襲撃を受け、母であるマリナースノを目の前で失ってしまう。この時死の間際の母からモビルスーツ家事であったアスノ家に代々受け継がれてきたメモリーユニットエイジデバイスを託される。このエイジデバイスにはかつて救世主と呼ばれた伝説のモビルスーツザ・ガンダムのデータや、これまでアスノ家が積み重ねてきた兵器技術研究データなどが記録されており、ここに記録されていた設計図をもとに地球連邦軍と協力し、フリットは自らの手でガンダムエイジ1を完成させることになる。完成したエイジ1には戦況に応じてガンダムを進化させる装備開発システムエイジシステムの中枢ユニットおよび情報収集装置を搭載。このエイジシステムはアスノ家で代々研究されてきた生物の進化の謎を数値化したデータに、フリットが自己進化自己成長の発想を追加し完成した画期的なシステムである。中枢ユニットを搭載したエイジ1、起動に必要なエイジデバイス、そしてガンダムが収集したデータや情報を瞬時に分析し新たな武装やウェアを製造するエイジビルダーの3つによって構成されるシステムである。これに加えてフリットが開発したペットロボットハロがデータ収集用の入力デバイスとして機能したことで、戦況に応じてより的確な装備開発プランを提示することが可能となっている。ガンダムエイジ1ノーマル。ガンダムエイジ1はフリット・アスノが開発しAG-115 に発生した UE によるスペースコロニーノーラ襲撃を契機に稼働を果たした第1世代ガンダムである。当初は地球連邦軍のパイロットラーガン・ドレイスの機体として運用される予定であったが、ノーラ襲撃時にラーガンが負傷したため
開発者であるフリット自らが登場し、そのままフリットの専用機として運用していくことになる。エイジ1最大の特徴は前述のエイジシステムを搭載している点にある。これによって戦闘を重ねるたびに戦闘経験値を蓄積し、エイジビルダーが製造する新たな武装と強化ユニットウェアを換装することで、さまざまな戦況に対応可能なウェアシステムを兼ね備えた進化するガンダムとして完成。中でもエイジ1は多種多様なウェアが開発され、その突出した戦闘能力によってベイガン戦争初期から終盤まで伝説的ともいえる活躍を見せることになる。起動自体はアスノ家の人間でなくとも可能であるが、機体解析などエイジ1の機能を最大限引き出すためには生体認証が必要となる。装甲はアスノ家に代々伝承されてきた特殊合材が採用され、 UE の可変モビルスーツ OVVF ガフランの攻撃を受け付けないほどの高い防御力を誇っている。さらに設計段階から独自のプラズマ制御技術を盛り込んだことで高出力を獲得し、背部のウィング上のブロードアンテナと頭部のブレードアンテナは情報収集機能とエイジシステムという異常なハイスペックを誇る OS を冷却するための放熱板の役目を担っている。また胸部にエイジシステムの情報収集端末を搭載しており、胸部に表示される A のマーク部がシステムのコアユニットになっている。武装はビームサーベルやビームダガー、大型の専用シールドなどの標準装備に加えて、エイジシステムが初めて建造したビームライフル、ドッズライフルを装備。このドッズライフルはビームをドリル状に放射することで貫通力を向上させた高出力ビーム火器であり、片手式の標準モードから両手式の精密射撃モード、バレルを取り外したハンドガンモードの3つのモードを有している。ウェアシステムによる乾燥、エイジ1の C ユニットは乾燥を前提とした設計になっており、エイジビルダーで建造された新装備やウェアは支援輸送機アメンボなどで前線に輸送され、戦闘中においてもガンダムを進化させることが可能になっている。 AGE-1T ガンダムエイジ1タイタス。エイジシステムが電磁装甲によってドッズライフルを無効化する UE の重装甲型可変モビルスーツ OVVA バクトに対抗するべく生み出したガンダムエイジ1の近接格闘戦特化形態。強力な電磁装甲を物理的に叩き潰すという設計思想で建造されており、装甲内蔵式のビーム系格闘兵装を駆使した格闘戦を得意としている。重装甲化によって防御力も向上しているが、その反面射撃兵装は非搭載かつ重量増大による機動性低下によって高機動型モビルスーツとの相性は最悪となっている。主な武装は磁気先行システムによって両腕部にビームリングを展開し、直接鉄器を叩き潰すビームラリアット、両肩部にビームスパイクを展開しショルダータックルを繰り出すビームショルダータックル、両膝部からビームスパイクを発生させるビームニーキックを使用可能。また内蔵された磁気先行システムにはリミッターが設けられており、リミッター解除時には機体そのものをビームの塊にした突撃を繰り出すことが可能となる。 AGE-1S ガンダムエイジ1スパロー。エイジシステムがX ラウンダー用モビルスーツ XVVXC ゼダスの機動力に対応するべく生み出したガンダムエイジ1の高速戦闘形態。極限まで軽量化したユニットと増設された姿勢制御バーニアを有するスパローウェアに換装したことで、これまでのモビルスーツ群をはるかに凌駕する運動性と高機動戦闘を実現。標準装備のレアメタル合金製の単剣型兵装シングルブレードと膝部に内蔵された牽制用の射撃兵装ニードルガンを装備している。 AGE-1AJ ガンダムエイジ1アサルトジャケット。エイジ1ノーマルに元来のウェアシステムとは別のジャケットシステムと呼ばれる追加装備を装着した強化形態仕様がこのエイジ1アサルトジャケットである。基本設計はフリットの同級生でもあるリケガンヘイルが構想し、それをもとに地球連邦軍の開発部が開発を実施。エイジ1の汎用性を十二分に生かした設計になっており、防御力や火力の増強に加えてスラスターが各部に増設されたため、重装甲型とは思えない機動力も有しているという、まさにエイジ1のフルアーマー形態として完成している。特に火力においては2連装ドッズライフルに加えてドッズランチャーも装備しているなど、短期で敵拠点を制圧できるほどの戦闘能力を有している。後にこのアサルトジャケットの戦闘データをベースに後述するガンダムエイジ1フルグランサが誕生することになる。
AGE-1F/2ガンダムエイジ1/2号機。本編第1部の終盤で実施されたアンバット攻略作戦のち、エイジ1のために用意されていた予備パーツを元に建造された地球連邦軍製の機体がこのエイジ1、2号機である。もともと地球連邦軍は2号機の建造を予定していたのだが、フリット有する1号機が異常な完成度と戦闘能力を誇っていたため建造計画は見送られていた。しかし米軍による地球圏侵攻作戦が活発化してきたことから、フリットを中心に実施されたニューエイジ計画によって2号機の開発計画が進行。こうして完成したエイジ1、2号機はエイジシステムを非搭載ながらも新装備や新型ユニットのデータ収集を目的に運用され、後にエイジ1の量産型として完成する機体 RGEG1100 アレルのベース機となった。パイロットはコロニー防衛任務を命じられたラーガン・ドレイスが務めた。また1号機と同じくジャケットシステムにも対応しているため、アサルトジャケットを装着した AGE-1AJ/2ガンダムエイジ1/2号機アサルトジャケットも存在している。 AGE-1F ガンダムエイジ1フラット、 AG-140 以降、本編第2部のビッグリング攻防戦においてエイジシステムを取り除き、エイジデバイスなしでも運用できる仕様に改修された機体がこのガンダムエイジ1フラットである。改修作業は地球連邦軍総司令部ビッグリングにて行われ、エイジシステムはガンダムエイジ2へと移植。この時フリットは地球連邦軍の中将にしてビッグリングの司令官という地位に上り詰めていた。エイジ1自体は改良が施されてはいるものの、相対的機体性能の低下から旧式同然の機体であり、戦力としては心もとないはずだったのだが、フリットのパイロットセンスと並外れた X ラウンダーの力によって米軍の新型と互角に渡り合える力を発揮している。小説版では指揮管制システムが搭載されており、司令官であるフリットの統率力も遺憾なく発揮することができる仕様になっている。ウェアに依存しないオプション装備として、背部に大型ミサイルを2機搭載したゼフルドランチャー装備形態も存在しており、この形態はノートラム攻防戦で投入された。第4部の最終決戦時では米軍の本拠地セカンドムーンを破壊し、戦争を一気に終結させるために地球連邦軍が開発した大量破壊兵器プラズマダイバーミサイルを装備して出撃している。 AGE-1G ガンダムエイジ1グランサ。本編第4部に登場するフリットが自ら改修を施したガンダムエイジ1のフルアーマー仕様ともいえる形態、前述のアサルトジャケットの流れを組むジャケットシステムの最終形態ともいえる仕様である。第3部にて孫のキオアスノを救うべくエイジ1フラットで出撃するも、フリットの力をもってしてもやはり旧式のエイジ1では米軍の最新鋭機には歯が立たず、脚部とバックパックを失い機体は半壊。その後米軍との決戦に備え、民間組織マッドーナ工房の協力のもとエイジ1フラットの強化改修が施され、全身に強化装甲と重火器が搭載された。運動性と機動力も損なわないよう改修が行われた結果、 X ラウンダーとの戦闘にも引けを取らない戦闘能力を持つ機体として完成することになる。また本編第4部の最終決戦時にはグランサの背部に推進機とビームランチャーで構成された複合兵装グラストロランチャーを追加装備したガンダムエイジ1フルグランサとして出撃。このフルグランサはこれまで様々なウェアジャケットを装備してきたエイジ1の最終形態となっている。その他のエイジ1のバリエーション機、前述の本編以外にも小説版や PSP 版のテレビゲームガンダムエイジにおける MSV アンノウンソルジャー、外伝作品トレジャースターなどでエイジ1の様々なバリエーション機が登場している。それらはいずれもエイジシステムによって生み出されたウェアシステムの乾燥形態であり、高速近接格闘戦仕様のエイジ1レイザーや一撃離脱仕様のエイジ1スタークスなど、それぞれが一つの仕様に特化し、さまざまな戦況に対応可能な非常に高い戦闘能力を持つ形態となっている。ただしトレジャースターに登場するガンダムエイジ1トレジャースターバージョンはフリットが開発し、登場していたエイジ1ではなくリュウジ・リュウザキという男が開発した機体となっている。キオアスノが主人公を務める第3部の時代からタイムマシンでやってきたリュウジがアデルをベースにエイジ1を模倣して開発した機体であり、開発時期は
フリットがエイジ1を完成させる6年前にはすでに完成していた機体である。 AG-101 の天使の落日を契機とするベイガンの地球圏侵攻に対抗するため、地球連邦軍もモビルスーツの配備を推し進めていくが、それらは警備警護用のモビルセキュリティ級に過ぎず、過去の封印技術が記されたデータベースエグザ DB を参考にモビルスーツ開発を行っているベイガンに苦戦を強いられていた。しかしモビルスーツ火事の一族の末裔フリット・アスノがガンダムエイジ1を完成させたことで状況は一変。伝説的モビルスーツガンダムの誕生は地球連邦軍のモビルスーツを加速度的に発展させていき、ガンダムエイジ1自身もエイジシステムによって進化を繰り返し、親子3世代にわたる発展を遂げていくことになる。そして AG-164 地球連邦軍とベイガンの長きにわたる戦いが終戦を迎え、それから37年後となる AG-201 にはベイガンを含む火星圏の人々を苦しめていた死病マーズレイをエイジシステムとエグザ DB がもたらした新技術イバースシステムによって克服。これを記念して地球の首都ブルーシアにガンダム記念館が設立される。長年地球のために尽力しイバースシステムを構築した功績としてフリットの銅像が建造され、エイジ1の機構を取り入れたかつての伝説の機体ザ・ガンダムも復元されることになる。以上、ガンダムエイジ1の系譜を終わります。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。